どうも、こんばんは。ただいまですね、スマホの方が、壊れてしまったようです。で、メーカーの方は、Android の、まあ、シャープ製のね、302SH というものなんですけども、もう、バイブが、ブーッと、なりまして、止まって、またブーッと。もうこれの繰り返しをしてました。で、私が最終で使ったのが、今がまあ23時なんですが、16時過ぎですね。だからかれこれ6時間ということになります。で、6時間このような状態になりまして、で、充電の方は 60% ほどが最終の数値になってますして、まあそれが充電がなくなるまで おそらくね、この状態が続くんですよね。もちろん電気が有限なんで、でまあ困ってると。で、私がこの状態で困ってるんですけども、まあ最悪ね、ほとんどのデータってのはバックアップはクラウド化してまして、で写真なんかも Google と連携してますんで、フォトから引っ張れたりとか、で YouTube に、まあ、動画をアップしてて、でその分がYouTube を見れば動画は拾えるっていう状態になってましたんで、最悪のね、事態っていうのは、まあ問題なく、それはないんですけども、あと、パスワードの方も Google のスプレッドシートに入れてますんで、ほとんどのものに関しては、アプリやね、復旧が可能となっております。ですが、スマホが壊れたと。本当に、あれですね。まあ、なくなって初めて知るっていうね。今まで本当に依存してたなって。スマホ持ち始めて2年と3ヶ月になりますけど、本当に今はね、1日何時間っていう間ね、まあ、2時間は少なくともね、賞味使ってますね。無駄な時間省いても2時間は必ずスマホをね、手に取って何らかのアクションをしてたんですけども、このようになるとね、うん、まあ、なくなったらなくなったでなんてことはないと思うんですが、まあ、電話機能も一緒に消滅したってことでね、うん。どうしようかと。今からね、検索したり、いろいろね、やってみたいと思うんですけども、もしね、この機種で、Android のね、302SH という機種で、同様のね、症状が出まして、その対応、まあ、この後ですね、結局、携帯ショップに持ってったよとか、で、いくらかかったよとか、まあ、買い替えだよとか、データがすべてダメになったよとかっていうね、その結果をね、知りたいと思いますんで、もしよろしければ、コメント欄にメッセージをいただければ大変助かります。はい。で、私としましても、まあ、このね、その、道を辿ってくってことなんで、ダメにしても、治ったよっていうにしても、情報をいただけたら助かります。なので、はい、よろしくお願いします。はい、そのような動画でした。ご視聴ありがとうございました。